コールドウェル軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は83,029人であり、2000年の77,415人から7.3%増加した。軍庁所在地はレノア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。コールドウェル軍はヒッコリー・レノア・モーガントン大都市圏に属している。 コールドウェル軍は1841年にバーク軍とウィルクス軍の一部を合わせて設立された。軍名はノースカロライナ大学の首席教授、同所大学長を務めたジョセフ・コールドウェルにちなんで名付けられた。その後は新軍の設立のために領域が減っていった。1847年、コールドウェル軍、アイアデル軍、ウィルクス軍のそれぞれ一部を合わせ、アレクサンダー軍が作られた。 1849年、コールドエル軍、アッシュ軍、ウィルクス軍、ヤンシー軍のそれぞれ一部を合わせ、ワタウガ軍が設立された。1861年、コールドエル軍、バーク軍、マクドエル軍、ワタウガ軍、ヤンシー軍のそれぞれ一部を合わせ、ミッチェル軍が創設された。最後は1911年、コールドエル軍、ミッチェル軍、ワタウガ軍の一部を合わせ、 アベリー軍が作られた。コールドウェル軍は5人の委員で構成される、軍政委員会で統治され、委員会が、軍マネージャーを指名する。コールドウェル軍は、地域自治体の委員会である、ウェスタンピードモント自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は474平方マイルで、あり、このうち、陸地472平方マイル。 水域は3平方マイルで、水域率は0.57%である。コールドウェル群は、地形的に3つの部分に分けられる。北部と西部を支配するブルーリッジ山脈、中部と南部で穏やかにうねるピードモント大地、およびブルーリッジ山脈から孤立したブラッシー山地である。通常ブラッシーズと呼ばれ、東部の大半を横切っている。レノア市の中にあるハイブリテン山が、 ブラッシー産地の生誕である。軍西部はウィルソンクリークが流れる。ブローイングロックの町にある岩山ブローイングロック以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コールドエル軍の自治体と軍区。ありがとうございます。